はい、本日はですね、おしゃれな、革の小物屋さんに来ましたということで、こちらになっております。ドン。これね、まあ、動画見てもらったら分かるかなと思うんですけども、今現在ね、プロモーションって入ってるかなと思うんですが、最初ね、レビューしてくださいというふうに案件でお話しいただいたんですけども、ホームページ見たらめちゃくちゃおしゃれな店やないかいということで、僕逆オファーでお店行かせてくださいということでね、あ、ぜひいいですよということなんで、今回はお店の方に来させていただきました。まあ、もしかしたらね、部屋の中でレビューでくっちゃべってる方が良かったかもしれんけども、僕個人的にはこの中を見たかったんですよ。だからこの中をね、見に行こうかなと思います。すみません、失礼します。よろしくお願いします。お願いします。中島さん、よろしくお願いします。どう、ずらっと小物めっちゃ並んでてすごいね、小物だらけ。あとあと話なんねんけど、うん、この奥見て、わお、職人さんがいてはる。本当だ。まあまあ、これは後でちょっと中島さんに喋ってもらうよ。はい、はい、ということで、すみません、今日はじゃ あの見せてもらってもいいですかね。かしこまりました。こちらはウースターというブランドになりまして、当店のオリジナルブランドの、はい、で、あの革はイタリアの牛革を使用してまして、イタリアの革ってよう聞きますもんね。なんか、そうですね、そうなんですよ。イタリアはすごい革の産地としてはかなり歴史が深くて、でかなり発色も綺麗で、かつこう、うんうんうん、エイジングも楽しめる革がたくさんあるんですけど。確かに色結構ありますもんね。そうなんですよ。で、俺はこの中から、うん、2つ選ばさせていただきますので、後半、一番後半に何を選んだか見てもらっていいかなと思うんですけど、はい、どの色がいいかなと思っていろいろ見たんですけど、ちなみに中島さんはなんか何色か持ってはるんですか？はいはい、私はこの色。ああ、女の人好きそうやね。一番やっぱ革らしい色味 でしっかりとこう濃くなっていくので、よかったらお手に。はい、ありがとうございます。はい、これはビジネスバッグみたいな感じ？あ、そうです、ビジネスバッグで、うんうん、結構、まあ、スーツを着用されている方。なるほど、はい。まあ、スーツ着ることはないんですけどもね。こんな感じで、あ、結構開くんや。ファスナーが下まで折れるので、うんうん、かなりこう開口部が広がって、中もしっかり見やすいですね。うんうん、はい、あ、パソコンとか書類とか入れるって感じですね。そうですね。で、ボールペン刺すとこもあるし、はい、いっぱい収納できるね。うん、で、次がこれがトートバッグですかね。はい、そうです。普段荷物少ないときはこれポチって止めて、はい、ちょっとコンパクトにしといて、荷物が入ったらプッて広げてみたいな。はい、こう利用シーンに合わせて変えていただけます。うん、ここら辺メモ帳ズバッと入れて、はい、で鍵とかで、まあ、タバコとしてはタバコとかエアポッツとか入れるかな。そうですね、うん、かなり街もたっぷりありますので、うんうんうん、ここは幅広になっているので、 お弁当とか。あ、お弁当、うん、なるほど、確かに。あ、ほんでこれがさっきのちょっとちっちゃい版かな。はい、これはじゃあ女性なんですかね。いや、これは結構ビジネスシーンで。あ、そうなんだ。いただきやすいですね。これはパソコンぐらい、はい、そうですね。お弁当は無理ですもんね。タブレットとかお弁当入らないで。そうですね、後ろにこっちとこっちとありまして、うんうん、これ両方チャックを開けていただけると、はい、スーツケースのこう、なるほど、取っ手のところ、はい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 、はいはいはい、こうなるんです、ね、あ、そうです。なるほど、なるほど。それで次が小物とか入れるんやったらこんな感じですかね。そうです。しかも結構形もしっかりしてますね、ペタペタじゃなくて。はい、製品にした時は見えないんですけど、実はこのパーツの間に芯材を入れているので、うん、だからペタペタにならないんですね。そうです。この使用しているファスナーもこだわりがありまして、うん、YKK のリバーブライトっていうファスナーなんですけど、はいはい、YKK の中でもじゃあいいやつってことなんですか？そうです。へー、すごいね。エクセラファスナーっていうのが最高級ランクなんですけど、このエバーブライトはその最高級ランクの1個下になりまして、ただ耐久性も高くて、こうキラッとした輝きでアクセントになるような。なんか女性の方にあんまりこういう機能面とか教えていただくことあんま少なかったんで新鮮です。逆に女性の方に、男性そういうの好きじゃないですか。そうですよね、はい、だから結構僕は結構嫁に口うるさく言うんですけど、へーって言われる。ほんなちょっとあんま崩れてほしくない小物とかはこうちゃんと形あるやつがいいですよね。ポーチとかやったらやっぱりペシャンってなっちゃうから、はい、でこうクラッチで小物収納を入れ、小物類を入れていただいて、うん、旅行の時はこういった大きめのカバンの中に入れて、うんうんうん、使っていただく方。確かに僕のイメージだったらどっちかってそういう感じの方が使いやすいかもしれないですね。あ、そうですね。こうやって持つイメージってなんか
もちろんね、いてはるやろうけど、はい、なんか最近とかやったらもしかしたらこういうのにポンって入れとくのもいいかもしれないですね。そうですね。これ例えばね、壊れたりとかした修理とかもできるんですか？あ、そうですね、ちょっと状況をお伺いさせていただいて、うんうん、でお預かりして修理させていただく。テント持ってきてみたいな。そうですね、今こうパッと見ていただいて、うん、同じ素材に見えるかもしれないですけど、実はこれだけちょっと違いまして。あ、はいはい、脂肪ないですもんね。そうなんですよ、これが脂肪がないリス仕様レザーっていうものです。ボコボコ感がない、スルッとしてる、はい、そうですね、皮がな、うんうん、でもこっちはちょっとボコボコしてる、はい、脂肪感がある。そうですね。でこのミネルバボックスっていう脂肪があるタイプは、はい、部位によって脂肪が結構たくさんあるところと、はい、うんうんうん、形でないところとありまして、こう本革の表情が出やすい素材になってます。そうですね、じゃあ一個一個違うんですね。そうですね、はい、ちなみにそのミネラル、ミネルバボックス、ミネルバボックスっていうのは皮の名前なんですか？はい、そうです、皮の名前、牛革のこうブランド。はい、な、牛の中でもちょっといいところ、いいブランド。皮好きの方であればご存知の方多いと思います。あ、そうなんや、まだ勉強してないと思います。ね、全然勉強不足だね。こちらのリス仕様レザーはその脂肪がなくてさらっとしているので、うんうんうん、上品な雰囲気がありますね。うんうん、こういうのって一回女性にも持ってもらった方がいいかもしれないな。どんなイメージなんかみたいな。すみません、はい、よく店員さんに持たせたりするんですけど、ちょっと、ね、ああ合うな、うんうんうん、いい感じですね、はい、結構発色も良くて、うんうん、カラー展開あるので。ああ、はい、カラーって何色ぐらいあるんですか？大体7、8色。ああ、多いですね、はい、じゃあ次これ持ってもらっていいですか？すみません。ああ、しゃれてるな、うん、ちょっと昼飯行こうかみたいな。あ、いいですね。ほんで、じゃあそういういい革使ってるから結構まあやっぱ値段もそこそこする感じなんですか？いや、そうではなくて、なんかやらせっぽかったね、今。自社ブランドということもあって、価格もぐっと抑えられる。へー、はい、そのさっき言ってたミネラルなんとかのやつは、はい、結構やっぱ基本的にはバッグとかで10万とかしてくるみたいな感じですか？そうなんですよ、そのイタリアの革でこう上質な素材なので、これの大きさぐらいになると、うん、多分10万はしてくると思います。へえ、そうなんや。ここ基本的にセレクトやねんか。でここが今オリジナルになってんねんけど、ブランド知らん君でも知ってるぐらい有名なブランドの革を作ってる工場さんが、うん、作ってるアイテムいっぱいあるの。うん、だからこれどこどこのブランドと全く同じ革ですやんとか、全く同じ工場が作ってますやんやけどブランドが違うみたいなのがあったりするから、うん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 、まあ、ブランド名が違うっていうだけで値段がギュッと下がったりとかみたいな。ピアベリーっていうブランドとかも、はい、有名な皆様がご存知の高級ブランドを修理されているところの、うん、あ、はい、職人さんですね。あ、そうなんや、はい、じゃあこれが超有名ブランドになっていたら5万5000円じゃ効かんくなってきますもんね。そうですね。そりゃそうですよね。じゃあちょっと最後オーダーお聞きしてもいいですか？はい、わかりました。オーダーできるね。そうなんですよ、すごいよな。で今出ているのがカスタムオーダーといって、うん、形はもうすでに決まってて、うんうん、パーツごとにこの革の種類だったりとかお色味を変更していただきます。なるほどなるほど。じゃあそしたらあれですか、その決まってるのはどんな感じですか？財布とか手帳とか？そうですね、最近多いのは長財布だったり、うん、手帳カバーですね、この辺です。あ、でこっから選んでいって、そうです。で、あとはじゃあ革選びましょうとか、はい、あとそれこそここの金具とか選びましょうみたいなことになってくるんですよね。カバーの色とかですね、ゴールドがいいのか、うん、ここがいいのかみたいな。うーん、こう選んで、ボタンの、あ、ほんまや、すごい。で、名前の刻印の、あ、名前もできんねや。あ、じゃあ例えば、はい、財布とか言ってこれ3万5200円じゃないですか、はい、それでも全部色も選べるし金具も全部選べるし名前も入れれる。あ、そうです、そうです。今ここに出ているのはカスタムオーダーなんですけど、うん、フルオーダーも一応できまして、あ、はい、形からってことですか？そうです、もう一からすごい。ほんでじゃあ仲いい友達ら4人とかで一緒に、なんかこう趣味が例えばゴルフとかやったらゴルフ用のカバン作ろうかとか。あ、そうです、できますよね、はい、でここの部屋だと9900円でポーチ作れるんですか？あ、そうなんですよ。プレゼントとかもいいかもしれないですね、はい、まあ、確かに名前とか入れたりね。そう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 。で最近出た iPhone の13とか。早いな、仕事早いな。これは12の方なんですけども、あ、13もできますわ。13もできます。
意外と少ないんですよ。いや、ないですね、確かに。そうなんです、スマートキーの大きさにぴったりのキーケースって、うん、なかなか既製品ではちょうどいいサイズ見当たらないが多くて。見て、職人さんやってるとか。あ、今切ってある。あ、いいですか。失礼します。まず、必要さ、よりやすい。あ、これ今切ってはるんですか。そうですね。革の裁断をするところです。傷を避けながら。あ、そっか、場所によっては。そうですね。まあ、こういう革も、ある意味表情かなと思って、そういうのも含めながら、どういう向きで取ろうかなとか、ちょっとした傷は避けようかなとか、そういうのちょっとここの脂肪入れてみようかなとか。そうですね、はい。一個一個めちゃくちゃ時間かかるね。めっちゃ時間かかりますね。それがやっぱオーダーとかさ、ね、になってくるから。すごい。これってさ、触ってみていいですか。重いんですか。重いですね。あ、そうなんや。あ、重た。分賃的な。そうです。ちょっと持ってみ。もっと軽いと思ってた。おお、結構重くない。これぐらい重くないと。ですよね。そうですね。出ちゃうんで。これ何キロぐらいあるんですか。どうでしょう。僕もわかんない。5キロぐらいあるのかな。え、そんなにある。ない。え、5キロってお米？そうか、誰も正解わからんからすいません、ありがとうございます。これ、はい、最後のまとめです。ちょっと11月末まで、うん、あのここでオーダーしていただくと 20% オフになる。絶対するやん、そうやったらしたいじゃん20% オフってめちゃくちゃ大きいですよね。でかいよ。だってオーダー自体が結構値段するやん。まあ小物やったらな、1万以下であるけども、うんうんうん、それこそさっき言ってたカバンとかやったら2万ぐらい安くなるわけやん。そうだね。今の時期はちょっと難しいんですけど、うん、こういう工房を併設していることで、はいはい、あのお客さんを実際にこう工房の中に一緒に入っていただいて、うん、ワークショップとか、うん、そういったイベントも今後企画できたらなと。うわ、面白いですね、うん、なんそれまた鈴木さんとか、はい、あと小物の方が教えてくれるってことですね。そうです、そうです、はい、ワークショップもあるみたいです。いいね。じゃあちょっと今からあの自宅に戻って僕が何色の何を選んだんかっていうところね、何色の何あの昼なんですよ、ね、何色の何っていうところ見てもらいたいなと思いますので、そちらでどうぞ。はい、ということでいつものスタジオに戻ってきました。今回ね、僕が選んだのがもう今これ出てますけども、まずはトートバッグからいきましょう。こちらのトートバッグはですね、このグリージョっていう色味を選びました。ちょっとね、この脂肪感のあるちょっと高級な感じで、なおかつグリーンのやつってあんまないじゃないですか。ほんでまあ真緑やったらちょっと使いにくいなと思ったんですけども、ちょっとなんていうのかな、こうくすんだグリーンみたいな感じだからね、まあ、なのでちょっとしたこう綺麗めなスタイルしてる時とかでもパッて持ったりしたらね、あ、この色味ちょっといいなと思って、ありふれてるじゃないですか、こうブラウンとか、まあ、キャメルとかもいいんやけども、 あえてこういう色もいいかなと思ってこちらをチョイスさせていただきましたっていうのがまずトートバッグね。で次にクラッチバッグの方は何色にしたんっていうと、ズドン、こちらの色ですね。正式名称が何やったかな、サビアっていう色になってます。だからまあパッと見た感じ、まあ、キャメルみたいな感じかな。一番何っていうの、明るめの色やから、明るめというか経年変化が出やすそうな色味やし、こうトートバッグと違ってね、もう地肌で触るというか、こうベタベタ触るじゃないですか。だからよりこう変化が出やすいかなと思ってね、この色見にしました。で、ね、途中説明もしてくれてたけどね、ここ芯入ってるでしょ。だからね、僕何入れてるかっていうとね、こういうちょっとした機材とか入れさせてもらってます。こういうちょっとマイクとかね、こういう電池とかね、あんまり外から衝撃受けたあかんやつとか、でそんなをね入れて持ち歩いたりとか、あとまあカバンの中に入れさせてもらったりとかしてね、ちょっとずつこう汚れてはきてますけども、これを使わせていただいてます。でね、クラッチバッグ入れたからね、こうやって手で持つじゃないですか。こうやって持つ人とかやったらめちゃくちゃこの辺経年変化してくると思います。僕あんまこういう持ち方せんとね、こう頑丈な小物入れとしてね使ってるからね、こうまんべんなく色味ちょっとずつ変わってきてるんですけど、これだけで持ち歩くっていう方なんかはね、ここが一番変化すると思います。この手の持ってるここの部分ね。でまあトートバッグの方はね、基本的に持つ言うたってね、この持ち手のところがね、まあ多少は色変わるかもしれないけど、この辺とかはね、まあ、ゆっくり経年変化していくんかなと思ってね、まあ、ちょっとあえてグリーンと今回はサビアという色をね選ばさせていただきましたということで、まあ途中にはあったんですけどね、オーダーがあると。これオーダーしかもね、めちゃくちゃすごい革を使ってるんですよ。でそれ何の革っていうと、まあ、あの別にブランド言ってもいいと思うんですけどね、エルメスと全く同じ革をね使ってたりするっていうことで、ほんまね、革好きの方とかやったら別にオーダー線でも、あの見るだけでこの革の種類、あ、どれにしようかなとか、内側俺やったらこれがいいなとかね、あ、金具こんな色がいいなとかっていうのをね相談するのもおもろいし、なんやったらちょっとね、もうちょっと無理した相談とかもね、中に職人さんおるからね、職人さんにね聞いてもらうこともできるかもしれんし、革好きの方はね、ぜひぜひ一度行ってもらいたいなと思いました。僕自身もね、あの
近々オーダーしようかなと思ってて、何をオーダーしようかなと思ってるんですけど、フルオーダーでね、キャッシュトレイみたいなのあるじゃないですか、こうレジ前に置くあのお金入れるトレイみたいなのあるでしょ、あれをね、そのエルメスの革、上質な革でね作ってみようかななんて思ってて、ポップアップの時とか置けるじゃないですか、だからそれでオレンジとかね作ろうかななんて思っておりますので、まあそんなオーダーもね今月末までは 20% でやってるらしいので、ぜひぜひ行ってみてください。ということで本日はですね、フリースピリッツさんにお邪魔してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。